はい、呼ぶ声やってまいりました。はい、あちらに見える橋がですね、名古屋大橋でございます。お店の前からはですね、このような内海が望めます。はい、こちらがですね、カツイカ、イカの生き作り発祥の店、お魚どころ玄海でございます。この辺りの、イカの生き作りを食べられるお店では一番おすすめのお店でございます。はい、こちらサバですね。サバ、はい、イカでございます。はい、アワビですね。あと伊勢エビがいます。はい、はい、こちらにもイカが泳いでおります。やってまいりました。玄海でございますね。呼子の生き作りのイカが食べられる、発祥のお店でございます。ただいま2階の客室に案内されまして、オーダーをしまして、今来るのを待っている状態ですね。2階から望める景色でございます。はい、あちらの橋ですね、名古屋大橋というそうです。名古屋大橋でございます。やってまいりました、イカの池作りでございます。どうですか、この透き通り具合すごいですよね。新鮮な証拠でございます。今日は何のイカだっけ。ケンサキイカだそうでございます。これは 400g のイカだそうです。はい、2人前になっております。
回ですね、イカの池作り定食とは別にですね、追加でですね、サバのお作りを、注文いたしました。これはですね、鮮度が良くて、この九州ですね、はい、九州で、九州でしかいただけない、まあ、しかということもないけど、まあよく九州で生でね食べられるサバを提供してくれますが、今回佐賀の呼子でもですね、こういった新鮮なサバをいただくことができます。イカの池作り定食のセットにはですね、はい、こちら、ご飯、お吸い物、そして小鉢ですね、お漬物、そしてお菓子、あとですね、イカシューマイがね、この後、調理が終わったらこちらの方に来る予定です。はい、このイカのですね、ゲソの方はですね、後から、天ぷらか塩焼きにしていただくことができます。これはね絶対ね天ぷらの方がおすすめですよ。はい、はい、やってまいりました。こちらがですねイカシューマイでございます。このねシューマイがねかなり美味しいんですよ。はい、お土産でね買っていくことをねぜひともおすすめしたいと思います。いただきたいと思います。イカの池作りでございます。どうですか、この透明具合すごいでしょう。うん、コリコリで食感がいいですね。うん、まずですね、呼子にイカの池作りを食べに来られるんであれば、ぜひともね、玄海池作りの発祥のお店ね、こちら。お、あ、落ちた。うん、ご飯の上やったから。うん。銀海さんにね来られることをお勧めしますよ。まあいろいろとねお店あるんですけどね、まずはこちらに来ていただきたい。うん、でこちらはねサバのお刺身です。いつも来るとねアジのねお刺身を食べるんですけども、今回限界でですね初めてサバのお作りをいただくことができました。うん、なんかあったらね食べるんやけど今までなかったんかな。まあある時とない時あるんでしょう。アジのお作りはね毎回ありますね。サバのね、油が乗ってて美味しい。サバはいくらだっけ ?3000 うん、3000何百円かですけどね、これだけの新鮮なサバで、これだけの量でおそらく3000ちょっとでね食べられるっていうのはなかなかないと思いますよ。
今日は長崎から車で移動してきたんですが、この呼子まで車で、まあ、2時間弱ぐらいかな、うん、あ、2時間ぐらいか、うん、で10時半ぐらいに着いたんですけど、本来はね11時オープンなんですけども、早めにねご案内いただいたんで、10時40分ぐらいにね入らせてもらったね、うんうん、結構人気のお店なんでね、ちょっと早めにいらっしゃることをお勧めします。どうですかこれ、このサバはちょっとほんまに美味しいし、これだけのボリュームはなかなかこの値段では食べられへんな。もうご奉仕価格ですよ多分これ、うん、取ってますよねこれ。この後の工程はこの呼子からですね新門司に向かって移動したいと思います。そしてね今日は太陽名門フェリーの新門司から大阪まで戻るような予定ですね。17時出港で明日の朝にね到着する予定です。ね、どうですかこの透き通り具合、しんちゃんどう、最高、しんちゃん最高と言っております。このサバも頼んでよかったよな。はい、まだね、サバのね尻尾がピクピクしております。私が揺らしてるしんちゃんが揺らしてんの、うん、いや、このサバもね、おそらく下のね水槽とかでね、はい、生きているやつをオーダーが通って水槽から出してお作りにされたんだと思いますよ。ピクピクしております。はい、ゲソの天ぷらがやってまいりました。先ほど食べたねあのイカの池作りの、ゲソの部分とエンペラーの部分ですね、こちらをですね天ぷらでいただきました。あの塩焼きもいいんですけどね、絶対天ぷらの方が美味しいですよ。はい、こちらのねおつゆでいただくか、はい、このねお塩でいただくか、まあ、お塩でね食べる方がかなり美味しいですからね。これ、あ、すいません、訂正情報が入ります。はい、ね、これはおつゆの、はい、大根おろしですね。これもねお塩で食べたんやけどな、うん、お塩どっか置いてないんやろか、うん、置いてなさそうやな。まあそんな状況でございます。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ旅行系ブログも書いておりますのでぜひご覧ください。URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。